い、どうも、ショルです。うちです。パニックモンキーです。イェイ！よっしゃ。ってことで、はい、今日は、ついに聞きました。お待ちかねの恒例企画、第3弾。第3弾。いいですか？はい。キキカフェオレ。第1回がお茶。お茶。第2回がコーラ。コーラね。今回がカフェオレ。まあ、カフェオレに関しては俺がめちゃめちゃ自信あんのよ。俺はないなぁ。うん。もう3個かな、食べるで。もう糖尿病まっしぐらいからさ、俺。ほんまにコーヒー飲んでんな。あ、そうそう。ほぼ確実に糖尿病になるやろうから、ちょっとほんま控えなあかんねんけど、今日だけは飲む。いいよ。今日だけは飲ませていただきます。いただいてすみません。一番でも美味しいのは、この中で。俺のはやっぱこれやな。100% 出る。まあまあ、これが一番やっぱうまいけど、高いからなかなか買えん。ちょっとね、準備していくんで、少々待ちよ。はい。ということで、準備できました。これがとろけるボス、これがね、はい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 、このとろけるカフェオレですね。で、雪印がもうその名前の通り雪印のコーヒー、はい、雪印の雪見大福。 MTR がマウントレイナー、ちょっと読めへんねんな、わからへんこれな。で、高千穂がこれね、高千穂さん。で、残りが小祝コーヒーかな、これね。はい、っていう感じで準備できたんで、じゃあこれ早速もう目隠しして当ててもらおうかなと思います。はい、どうしよう、先行く？まあ俺自信ないから先行こうかな。そうやな、じゃあ目隠しの方いいですか？はい。ちゃーんちゃーんちゃちゃーんちゃーんちゃ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 、やめてよ、あげたくない。いやでも症状はやっぱあげなあかん、処されやなあかんからさ。処されるん？処されやな。それは死刑の方やで。書の方って、称されるは処刑の方やで。うっせぇ。怖こいつ。ほんまに怖いやつやん。冗談抜きでやばいやつやで、こいつ。じゃあ早速、いくぜ。目隠ししてください。ピコン、ピコン、ピコン。今のところ1対1やからな、同点。言うてしまえば、勝率で言ったら、お茶はお前の勝ち、コーラは俺の勝ち。コーラは全勝ちやもんな。コーラは全5問中5問な。あれほんまに、ようみんなに、みんなに聞かれてん。やらせやろって。違うからな。でも、あれはガテレ、あれやんねん。ガチやで。ちなみに言うけど、ほんま、まあ、やらせって思われることすごいってこと？特技に認定するわ。いきますよ。一つ目。OK？ ここに置いて。はい。これね。はい。これわかるか？まあでも甘いから。はい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 。いやいやよ、考えて考えて。どんどん考えていこう。全部カットするし、どうせ。じゃあやる意味よ、その考えてる時間な。ああ、そういうの、ね、さすがに俺もそんな接触なことせえへん。うわぁ、二択やなぁ。え、ちょっと待って、お前こんなんしてるけどさ、炭入ってんじゃん。いっぱいいるだよ。マジで入ってけないけ。何やったっけなぁ。雪印、雪印ね、雪印、雪印ね。いや、違うな、雪印で行こう。雪印、はい、うん、はい。あ、奥ねんな、ごめんごめん、はい。甘いなぁ。カフェオレやからな、そら甘いやろ。甘くないもんねえやろ、カフェオレに。いや、まあこれは正直難しいと思うわ。俺ら難しいことやってる、うん、とろけるよ、いっとこか。とろけるね、うん、でもとろけるが一番甘いはずやん、この5個の中やったら。ああ、そうなんかな、多分せえの分からんけど。じゃあ3個目いこう。3個目ね、うん、はい。来た来た、これこれ雪印やわ、五条さん。これ雪印やわ、五条さん、早くしてください、雪印ね。これ雪印っす。なるほど。で、一回目俺雪印って言ったから。一回目雪印って言った。高千穂で。一回目が高千穂？うん。で？三回目が。三回目が。雪印。雪印。四個目。四個目ね。はい。すごいな、いい線いってるわ。本物の吹き出すなよ、汚ねえな、お前。誰んちゃと思ってんねん。うわ、苦っ。お前んちとは違うねんぞ。え、苦っ。ここに来て苦いのが来ました？いや、これ苦いよ。苦い。あ、これ MT。MT。MT。MT ね。これ MT。これはもう絶対 MT。なるほど。じゃあ最後。2000%MT。最後ね。はい。
なマジで。恋はいいかこれ。まだ帰れるで今なら。今ならなんとなんと帰れます。これでも恋はいいっぽいな。帰れちゃいますがそれでいいですか。いやちょっと微妙やなマジで。なんかツア飛んだってお前。マジお前さほんまにあのドッキリの動画大体お前唾ベロンで出てるから俺か今まだ編集技術ないから俺カットしてるんよ。あのじゃあ待て待て待て、ママつけてお前考えない恥ずかしがってるやん。え小祝いかこれ。これ小祝いな。いやいや小祝いかもしれへん、大祝いかもしれへんな。分からへん、どっちか分からへん。それはいやこれでも小祝いにしとこうか。小祝いにしとく。待ってな、でもな1と2がちょっと1と3がちょっと微妙やって。これでいくか。じゃあこれで。これでいこう。わかる。じゃあ、オープンしてください。3つ正解。あまあまあでも、すごいと思うね、3つは。3つか。うん。まあでも1と3が違うんちゃう？いや、これ合ってるし、これが逆やっただけやからな、言うたら。うん。何が当たんの？雪印ととろける逆やった。あまあこのダブルで一番甘いやつやわ。まあ難かったな、そっちは。じゃあもう早速、攻守交代で。攻守交代。はい。僕行かしてもらいます、じゃあ。じゃあ、これで。はい、1個目。1個目ね。どこ？あ、ね、これね。いただきます。あ、飲まんとこだった。マジ？雪印。うん。ファイナルアンサー？はい、100%雪印。ファイナルアンサー？うん。それでいいの？じゃあ次、2発目ね。はい。出したよ。これ？そうです。あんまっ、ちょっとね。さっきの高千穂。ああ、高千穂ね。で、これ雪印。ああ、やるやんけ。あんまい、マジで。そういう感じ？じゃあ次これね。はい。マウントレーピア。MT、MT。マウントレーナー。なんかそんなやつやろ。MTR ね。あ、めっちゃ簡単かもしれん、俺これ。向いてるわ。さえ渡ってる、下が。はいはいはい、じゃあ、どうぞ。四つ目。はい。小祝い。小祝いね。うん。もう最後、とろけるだけやろ。そうやね。これが一番飲んでるから、俺。うん。じゃあな、これは当てていかな。とろけるであった、ね。あ、100%。当てますか。うわ、これ待って、俺ガチで拷問正解かもしれん。これ、まだやらせ言われるで、これ。当たってたら。いける？もうええ、ほんまに。じゃあどうぞ。もう、変えへんで。うん。行くで。あと、5問中3問。3問？うわ、惜しい、これ逆？変えてんだったら全部。やっぱり、高千穂の雪印？くっそ、惜しかったな。やりまんやん。いやいや、めっちゃな。いや、やっぱり？やっぱ俺、匂いで雪印って分かってんけどな。まあでも、味は、まあ似てるところあったよな。高千穂ってこんなミルク強かったっけ？なんか俺も思ってたの違うな、うん、なんか今まで高千穂って高いからうまいっていうイメージでも飲んだけどそんなことないな。一番高いな。うん。え、どれが一番好きやったお前？俺、うん、俺 MTR やな。あー、ちょっと苦めの、うん、確かにうまいな。やっぱり飲みやすい。え、安いしな、普通にこれ100ちょいやな。うん、多くやったな。90円で買えるな。確かにね。うん、スーパーとかでうんめー、コーヒーうんめ。まあでもでも、分かるな。両方とも3問正解か、うん。確かに、カフェオレって案外難しそうやけど。ちゃんと味わえば分かるもんかもしれない。案外もうまず匂いからやっぱ違うな。コーヒーってな、その、やっぱ高いコーヒー屋さんとかあるやん。うん、俺は行かへんからあんま分からへんけど。こういうのやったら、ちょっと。そうやね。やっぱ多分、やったら分かるかもしれないな。これは高いコーヒー。片方が1万円のコーヒー。うん、片方が300円のコーヒー。って言われて、多分出されたら香りとかで分かんねやろな。分かる。ってことはガクトとかあんますごない。誰でもできる。今回は3対3で引き分けということで。まあでも何やったら僕の方がちょっと上みたいなところあるけどね、やっぱり。うん。惜しいレベルで言ったら俺の方が上やから。うん。やっぱそういうのを大切にしていかんと。ってことでね、今日の企画はこれで終わりたいと思います。皆さんもね、よかったら、いろいろと試してみてください。ちなみに僕が一番好きやったのはやっぱりとろけるカフェオレでした。まあ 100% 当てそう。はい。ということで、ね、皆さん、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、バイ。